こんにちは、フキトです。今日はですね、マクルーハンの思想パート3ということで、引き続き、マクルーハンの思想についてお話ししたいと思います。はい、今日もあのマクルーハンの、ね、出した、キーワードをですねご紹介したいんですけども、今日紹介するのは、感覚比率という、概念です。でこの概念はですね、マクルーハンのキーワードの中でも、そんなに有名じゃないかなと思うんですけども、ただマクルーハンのですね、メディア論の基本的な発想っていうのがよくわかる概念なので、こちらをね取り上げたいなと思います。はい、ちょっとねこちらの本をですね参照したいなと思います。最初の動画でね紹介した本の一つなんですけども、この中に用語集がついていて、そこでね感覚比率に関して説明されているので、ちょっとねこちらを読んでみたいと思います。感覚比率、感覚比とも、メディアのもたらす環境によって人々が発揮する五感それぞれの度合いが違ってくる。アルファベットと活字がもたらした活字文化の環境では視覚の比率が圧倒的に高くなったが、電子メディアの登場で比率が変化し、視覚が後退し、聴覚と触覚が復権したというね説明がここに書いてます。この発想は、つまり感覚っていうのは常にその働いている度合いがあるっていう話なんですよね。例えばここに図にあるようにですね、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚みたいな感じでこうパラメータが並んでいると。で今はこれだけ、このそれぞれの感覚がこれだけ働いてますよっていうのが例えばあったとしますよね。これは実際にね言われることですけど、例えばある人がですね、目が見えなくなってしまうと。そうするとこの視覚がゼロになるわけですよね。ただそれだけではなくて、その分目が見えなくなると、その分触覚だったりとか聴覚だったりとか研ぎ澄まされてくるわけです。つまり他の感覚っていうのがこう上がるわけですよね。つまりこの感覚っていうのは単に独立してあるわけではなくて、それぞれお互い影響を与え合って研ぎ澄まされたり鈍ったりとかするわけですよね。でそれがある均衡状態にこうあるわけですね。でこれが、感覚比率ってことなんですけど、でこれがですね、新しいメディアが発明されたりとか、それが広がったりすることによってメディア環境がこう変わる、大きく変わると。そうするとこの感覚比率が変化するよっていうのがマクルーハンの基本的なメディア論の発想なんですね。さっき の用語集でねちょっと読み上げたところでもあったように、マクルーハンにとってはグーテンベルクの活版印刷の発明っていうのがある種一つの大きな分岐点になってるんですね。でグーテンベルクより前、それ以前っていうのはどういう時代だったかっていうと、聴覚と触覚が優位な時代だった。視覚っていうのはそんなにね強くなかったわけですね。そんなに優位ではなかった。ところが活版印刷が発明されたことによって大量に書物が出回るわけですよね。そうすると人は読むようになる、大量に書物を読むようになって、情報を視覚的に処理するっていうことにどんどん慣れていって、それが一般化すると今度はですね、視覚 が発揮される率っていうのがバーッとこう上がっていくわけですね。でそのことによって他の感覚っていうのがこうググッと抑圧されて下がってしまうと、こういう、非常にアンバランスというかバランスが偏った感覚比率になっていったっていうのがグーテンベルクの活版印刷なんですね、発明なんですね。こういう感覚比率を作り出すメディア空間っていうのをマクルーハンはグーテンベルクの銀河系っていうふうに名付けてるわけですね。でマクルーハンによるとですね、このグーテンベルクの銀河系っていうのは現代というか、メディア論が発売されたのが、1960年代なので当時ですけども、その現代において電子メディア、主にテレビですけど、それが発明されたことによってまた感覚比率が変化してきてるっていう話をしてるんですね。グーテンベルクによって視覚優位になった非常に偏った感覚比率っていうのがこうグググッとこう戻っていく。つまり活版印刷が発明される以前のですね、聴覚とか触覚とかが優位だった感覚比率にこう戻っていくっていう話をしてるんですね。それをマクルーハンは再部族化っていうふうにね言ったりしてますけども、それがですねマクルーハンの非常に基本的な発想なんですね。だからこの五感、人間の感覚っていうのがこういうふうにある種のパラメーターみたいになっていて、相互に影響を与え合っていて、時代や地域によってそれを変化したりとかですねしてるよっていうのが基本的なですねマクルーハンの発想なんですね。そのこの感覚比率っていう概念がどうやってねマクルーハンの頭に浮かんだのかっていうね話もちょっと一応しておきたいと思うんですけども、一応言われているのはですね、
まあ、アリストテレスのね、霊魂論っていうね、本があって、それに対して、まあ、トマス・アキナスっていうね、まあ、中世を代表する、まあ、神学者、哲学者ですけど、まあ、彼が注釈をね、つけてると。まあ、その中で、まあ、共通感覚っていう話をしてるんですね。まあ、簡単に言うと、まあ、人間の五感っていうのは全部バラバラに作動してると。まあ、そうですよね。目とか耳とか、まあ、全部別々に動いてるけれども、僕らはそれを別々のものとして認識しない。つまり全部なんかこう統一されたものとして体験するわけですよね。つまりバラバラの感覚っていうのは統合する感覚っていうのがあるっていうのが、まあ、トマス・アキナスの言ったことで、それがまあ共通感覚っていうものなんだよっていう話があるんですね。まあ、そこにマクルーハンはヒントを得てですね、感覚比率っていうね概念を、考えたというふうに言われてます。この本の第2章でですね、本格的に議論されているんですけども、でこの共通感覚の問題っていうのは触覚のね問題につながっていくんですよね。まあ、触覚ってこの触れる触覚ですね。でこの触覚っていうのが実は、まあ、共通感覚に近いものとして、まあ、イメージされていて、まあ、そのことがですね、まあ、マクルーハンのテクストとも関連づけて論じられているんですけども、まあ、このちょっとね煩雑になるので、ここではね割愛したいと思います。でこの感覚比率っていうのは、まあ、個人のレベルでね考えるよりも、マクルーハンはより壮大なスケールでですね、社会自体にそういった感覚比率っていうのがあるっていうことを、まあ、考えている節があって、まあ、個人のレベルだとね結構分かりやすくてなるほどって思うんですけど、それをね社会レベルすごい大規模にですね拡大しているわけなんですけども、まあ、それがねどれほどね科学的に妥当かとかですね、まあ、議論の余地がねあるわけですけども、マクルーハンのメディア論の基本的な発想っていうのはこういう形でメディアっていうのがこういう感覚比率っていうのをこう変えてしまう。そのことによって人間が作り出す文化だったりとか、人間の世界認識だったりとか、そういったものっていうのがもう根本的に変容していくんだよっていうことなんですよね。まあ、この発想をですねまず押さえていただけると、マクルーハンが何を言いたいかっていうのが、まあ、一応分かりやすくなるのかなと思うので、まあ今回ですね感覚比率という言葉についてお話ししました。はい、いかがでしたでしょうかね。今回はですね、感覚比率という言葉に絞ってお話ししましたけれども、まあ、何かね、分からないこととかですね、疑問があったらですね、まあ、ぜひコメントの方に書いていただければなと思います。はい、まあ、このシリーズはですね、まだまだ続く予定ですので、続きもですね、お楽しみにお待ちいただけたらなと思います。この動画が少しでも良ければ、グッドボタンとですね、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは。